どうもこんにちは。名古屋やってまいりました。名古屋のタイ料理屋さん、スコンターさんですよ。今日はスコンターさんで、今インスタでものすごい話題になっているカニのソフトシェルクラブのカレー炒め、それからトムヤムクンよりも人気が出てきているトムカーガイココナッツミルク、鶏肉のココナッツミルク、そしてもう一品はタイラーメン、定番のね、この3品をこのテレビ塔のすぐ近くのスコンターさんで食べてみたいと思います。ほらこれですよ、これ、この演出がすごいんですよ。80年代にザ・フォッグっていうね映画があったんですけれどもね、思い出しますね。美しい光景です。じゃあ早速食べてみたいと思います。なんか、ね、今髪型がなんか香港映画のサモハン・キンポーとか、なんかブルース・リーとかジャッキー・チェンみたいな髪型になってきちゃってますけども、もう今週末髪切りに行きますのでご勘弁してください。じゃあ食べてみましょう。こちらなんですよ。ほらもうねセッティングされてるんですけども、これが今インスタグラムで数々の話題を集めているソフトシェルクラブのカレー炒め。いやーなんかチェンマイで食べたのをなんかちょっと思い出しますけどね。そしてこれがココナッツミルク、鶏肉のココナッツミルク、そしてこれがタイラーメンですよ。だいぶ暖かくなってきましたからね、タイ料理が美味しい季節です。じゃあ食べましょう。いきます。どれから食べたらいいかというとですね、これはもちろんもうタイラーメンなんですよ。伸びる前に食べる、ね、肉がすごいでしょ。これガッといっていただきます。まず肉を、うん、すごいな。ちょっと麺がねイエンタフォーっていう独特のラーメンみたいな色になってますけど、うーん、うますぎだこれは。うん、魚団子もね、うわエビすごいだろこれ、うん、揚げてあるから尻尾まで食べられる。これナンプラー欲しいな。うん、桜エビ攻撃やばいよこれ。うん、桜エビの香りがもうブワーってこう広がるんですよ。豪華だね。うん、合格間違いなく。これはもう最高の一品です。今 SNS で話題かっさらってるソフトシェルクラブのカレー炒め、これを普通はねこのカニ揚げたやつとこっちのカレーのルーともう混ざって出てきちゃうんですよ。それがねもう昔からこう残念だなって思ってたんですけど、その気持ちをスコンターさん分かってくれました。別々なんですよ、セパレート。これを自分の好きな量でかけてもいいし、カニをこっちにどっぷんとこうつけてだって言ってもいいんですよ。これですよ、これ、これでパクッと、うーん、すごいうまい。でパクチー入れて、パクチーとカレーとね、うわ
こんなの食べたことないね。パクチーとこのカレーのルーですごい美味しいんですよこれ。うわこれ反則だね、美味しすぎ。これすごいですよこれ。ちょっとねカニをつける方がいいね。ここでよいしょ、でこれこれこれいただきます。うん、噂通りだわ、うまい。うん、いやこれはうん、ちょっとね本当はこれ残そうかなと思ったんだけど許してくれなかった、レンディの胃袋が。うん、間違いなく美味しいですよ、最高。さて最後になりました、トムカーガイですよ。鶏肉の濃厚だなこれ、鶏肉のココナッツミルクすごいですよこれ、もう濃厚すぎて。鶏肉いきましょうか。うわーいいとこ入ってるな。うわっ美味しすぎるこれも。うわーこれですよ。うん、ちょっとうん、この器から直接こうやって食べる人はまずいないと思いますけど、もし皆さんいつかねチャンスがあったらこれやってみてください。すごいですよ。あの子供の頃ねこうレディーボーデンをこの大きいものから直接スプーンすくってみたいって思ったことがあると思うね方いると思いますけど、まさにその気持ちです。うわーこれですよ。うん、ココナッツミルクがすごい美味しいです。うん、これがなんと980円ですよ。これ一人一杯いってもいいでしょう。いやもうね最近はバッと食べるよりかは美味しいものをね少量ずつこう食べるのがねいいと思いますよ。肉ですよこれ。うん、うん、これはもうね大満足。うん、名古屋のスコンターさん、スコンターどんな意味なんですかね、スコンター、ね、タイ政府認定レストランスコンターね、一度来てみてください。今日食べた3品間違いありませんから。ごちそうさまでした。